はい。第26節ですね。えー、ジュビロ岩田戦の振り返り動画です。まったく何してるんだかねっていう試合でしたね。はい。振り返っていきますよ。はい。まずスターティングメンバーこちらでしたね。えっ、ー、と、ボランチに累積から復帰した知念が戻ってまいりましたよと。他のメンバーは特に変わらず。ということでしたね。うーん。まあ、前半、 まあ、まあ相手がこの4三三っていうこともあってまあここのねワンボランチの脇をうまいこと使いながらまあ片っぽのサイドで持った時にうまく左から右、うん、っていうこの深いところを起点に攻撃をね作っていって、まあ、なかなかでもその中で、えー、チャンスシーンが生まれないような前半45分ではありましたね。 まあその中で、まあ開幕しょっぱなから、まあ怪しいシュートを打たれたりとかありましたけれども、うーん、なんかまあうまくいってないなというような流れでしたね。で、まあ前半33分に、まあうまいことを左からね、えー、この深いところから右に開いて、で、ここを諸岡が中にいたときに、まあトラップしたところかな。トラップしようとしたときに相手の足が入って PK を獲得して、 まあここ、鈴木がしっかりとちょっと怪しげな PK で、まあ先制することができたと。まあ時間帯としても37分ぐらいにね、えー、先制できたんで、まあ決して悪くなかったかなと。ただね、えっと、今回はね、前からガンガンプレス行くってよりは、結構このブラックをしっかりと敷いて、442で、うん、やるっていうのはあったんですけれども、まあジュビロとしてもなかなか攻めづらかった。 で、前半終了間際もね、コーナーキックから、えー、知念の惜しいシュートもありましたが、まあ、うまく防がれて、まあ、ここで追加点取れればっていうのはありましたけれども、まあ、前回もそうでしたけれども、コーナーキックはシュートは打ててるんだけど、点に繋がらない場面がちょっと目立っていて、ちょっと気になりましたね。うん。 まあなんだかんだ、まあボールを持たされ気味ではあったんですが、まあなかなかね、こちらもシーンを作れず、相手もシーンを作れずというような前半45分でした。で、後半始まってすぐですね、まあ相手の、こちら、右サイドからのクロスで、関、まあ、側がね、ハンドなのかどうかというところで PK 疑惑がありまして、まあこれはちょっと p k の新しいルールからすると、これは PK ではないんじゃないかなと思っていたんですが、ま、あの定 VR 確認した後に、まあ、PK はないという判定だったんで、確かあの、ハンドのルールっていうのがね、変わりましたよね。うん。ちょっとそこを改めておさらいした方がいいかなというところありますが、まあ、その後もね、後半も入って、も、まあ、13分ぐらいにも惜しいシーンとか出てきたんですが、まあ、なかなかお互いね、動きづらいような、 ゲームだったんじゃないかなと。うん。で、お互い動かないときの、えー、まあ、58分ぐらいですよね。そこもね、うまいこと右サイドで繋いでって、で、前に持ち運ぶことができた。でそこからね、クロスを供給して、シュート惜しくも打てず、で、後ろに下げたがまあ、柴崎もね、いいシュート打ったんですけどね。うん。まあ、ちょっと枠に入らずというシーンもありましたね。なんで、やっぱり今回目立ったのはどうしても右サイドから、 チャンスシーンを作る。うん。その一個前に真ん中だったり左で持つんですが、右サイドから作っていく。うん。で、その後もちょっと徐々に徐々に押し込まれ始めてきて、やっぱりクルークスが入ってきたあたりからちょっと怪しくなってきましたよね。山田とクルークスが入ってきたぐらいから、ちょっとドタバタ守備が増えてきてしまって、うん。なかなかじ、えー、鹿島がボールを持てない展開になってきましたと。で、ジュビローも、 ちょっとこのままじゃまずいと、まずいってことで、ここ2ボランチにしてきたんですよね。やっぱり最近のアントラーズって、えっと、1ボランチの相手は結構そこそこなんとかなってるんですが、プラスでもハマってるんですが、やっぱ2ボランチにされてから、で、なんならジュビロはね、この451に変えてきたから、気持ち、このサイドハーフは中に絞ってくる、真ん中に人数が多いような布陣だったんですけれども、 まあここのサイドハーフが下がったところで意味ないようだったりとか、このサイドバックを中に引きつけるとか、まあ、そういう意図があったのかなとは思うんですが、やっぱりこの真ん中に圧を乗っけられちゃったときにちょっと苦手なのかなっていうのは、うん。で、この交代した後ですよね、まあこれはちょっとね、山田のスーパーシュートというか、うん、まあ、褒めるしかないかなっていうようなシーンであったんですが、交、ま、代、あ、した選手、クルークスから交代した選手の 山田でうん、ここ対応しきれなかった。で、まあ、ここは正直、そのスーパーゴールというよりかは、その一個前の、うん、クルークスのところですよね。ここでクロスを上げられてしまったところっていうのがまず問題で。まあ、あのー、他の、新聞だったりとかあ、新聞というかね、うん、そういうのでありましたけれども、ま、藤井が途中から入ってきて、で、ここでね、えっ、ー、と、まあ、元気がゆえにというところもあるんですけれども、 ここの、仲間、あ、すみません、これ仲間じゃなかったですね。ごめんなさい。ここ、樋口でしたね。ここの樋口がいたところに、えー、藤井を投入してきて、で、何よりやっぱり一番ここの交代はダメだっただろうっていうのは、柴崎は下げるべきじゃなかったですよね。うんで、ここでミサオと知念の2人になったときに、どちらかというと、2人とも、 なかなか前にガツンと行きづらかったと思うんですよね。この組み合わせだと。どっちが前に行くの、どっちが後ろに行くのっていうのがなかなかはっきりしていなかった。で、えっ、ー、と、藤井もちょっと調子がいいし元気だってことで、結構前からプレスするのにこだわりがちょっと強かったのもあって、ここのプレスバックが間に合わず。で、プレスバックしたと思ったらここ1個剥がされて左足で出された。で、ここの藤井の対応としては、まあ決して良くなかったっていう結果論にはなってしまうんですけれども、あの、 クルークズって別に左足でしか打たなくないかっていう話なんですよね。うん。別にここ縦切られて右足で蹴られてもそんな怖くないんで、どっちかっていうと、左足で持たれることを常に警戒してほしかったなと。うん。で、そこで案の定このクロス入れられて、このクロスの質もかなり良かったし、結果的にスーパーゴールでしたけれども、別にここから普通のゴールが生まれてしまってもおかしくなかったと思うので、 ここを自由に左足でクロスを上げさせちゃってるっていうのはもう間違いなく問題だったかなと。うん。で、アントラーズとしても相手の交代見てから変えてるはずなんですけれども、まあ最初ね、サイド、えっ、ー、と、ここ、古川とクルークスっていうのが、まあここ入ってきて、で、その後に31分にここトップした山田を入れたときに、まあ今までのこの433の形から、えー、山田を入れることで、ここトップ下に入れて、 で、ここクルークス、ここフルカーって形だったんですけど、やっぱりこのフルカーに関しては、前当た、前やった試合もそうですけれど、かなり手を焼いていて、で、逆サイドのクルークスにもかなり手をやっていて、で、クルークスが大外で左足でクルースを供給するっていうのも見えてるんで、その分ね、相手が、えー、ここ、ツーボランチになったってことで、トップ下の選手がこちらに顔出したり、こちらに顔出したりして、うまいこと、このボランチを引きつけたりとか、うん。要するに、 もうクルークスは左足を持ってクロス上げてくるんで、いかに、このアントラーズの最終ラインとボランチが下がってきた時に間で受けられるかっていうのは徹底してたと思うんですよねで。そこに対して真ん中のマークっていうのも甘かったし、何よりクロスを上げるっていうことに関してもかなりマークが甘かった。うん。っていうのが、あの失点の原因かなと、思います、うん。で、その後後後半36分に、 相手センターバックとサイドバックを変えてきたんですが、まあおそらくここはね、よりクルークスを前に出したいっていう意図はあったと思うんですよね。でアントラーズもその交代見てから37分ですね。えー、37分に、えー、知念に変えて、まあライコを投入して。前回のトス戦ではなんか良かったのかなと思うんですが、やっぱりライコは改めて見て思いますけど、ボランチの選手じゃないよねと。うん。だし、 あの、トップ下ター、まあ、結果的に失点になりましたけれども、ライコのパスっていうのが、まあ、きっかけになってはいるじゃないですか。で、ここを、トップ下ターであのパスミスをしましたっていうのと、このボランチでパスミスをしたっていうのは、ま、わけが違くて、ボランチのパスミスなんても大体ピンチなんで、ここをね、パス合わなかったとか、パスミスしましたっていうのは、これは、ちょっと用をしようがない。 だし、ライコをボランチに入れたってことは、まあ、ここの知念とミサ央の組み合わせが、あ、まずいなって思ってやったことだと思うんですよ。で、樋口もスタメンでも出せないし、で柴崎も下げちゃったんで、他にボランチに入れることができる選手が、まあ、他のこのベンチメンバー見ててもいないじゃないですか。まあ、なので、まあ、ここに、ちょっとボランチの組み合わせがまずいからっていう理由でライコを入れたと思うんですけれども、まあ、結果的にこれはやっちゃいけないよねと。 これをやるんだったら、まあ仲間がどんな事情で出れなかったのかわかんないですけど、少なくともライコをボランチで置くっていう選択肢は、どんな状況であれやってはいけなかったんじゃないかなと。うん。ただ、ナゴもナゴでね、ここ外しづらかったと思うんですよね。からここ、まだ、まだですけど、結果論なんですけどね。まだここをナゴに変えてライコで知念っていうのは良かったかもしれないし、 ただこの知念っていうのはかなり疲れていたのかもしれない。アゴに比べて知念の方がパフォーマンス悪いから、ここに代行したっていう理由はあるかもしれないですけど、どちらにせよ来校をボランチに使うっていうのは、ちょっと怪しいなって気はしていたんですが、それがまさにその通りになってしまったと。うん。で、その後に、えー、失点シーンですよね。えー、ここ、88分から89分くらいですかうーん。 まあ、なかなかボールを持ててないどころか、まあ、当然、あの、ミサオが、ちょっと視野がね、あの、狭くなってしまった、怪我で狭くなってしまったってことはあったんですけれども、まあ、ここの2失点目の何が嫌かって、ここなんで、こんなところでスローイン受けさせてんのって話ですよね、もともと。もう意味わかんないじゃないですか、これ。ここ誰も見てないし、誰も声かけしねえのかよっていう。 な、こんなとこにボール入ったら誰も点取れますよ、こんな。これをノーマークで、ここにぴったり、スローイン入っちゃったわ、で、で、クロス入れられて、まあ、ここも大外多分、ノーノーがいるっていうのは分かってはいなかったと思うんですけど、まあ、うまいこと、ニアに入れ、入れられてしまったと。うん。もう、ここに関しても守備が意味わからない。集中してたのかとか、こういう話ですよね。 何してんのって感じですよねこれ。いりますこの失点。本当に、こう言っちゃうんですけど、くだらない失点すぎて。何してんのって感じ本当に。うん。これ、もう僕は別に、あのー、見てただけなんでいいですけど、これ、現地に見に行った人たちのチケット代全部払ってくれってレベルの本当にくだらない、しょうもない失点ですよね。こんなことを、 この時期に続けててどうやって優勝するんですかって話。本当にくだらない知ってるんですよね。うん。であとはあ結構騒がれてますけど、あのー、ここね。最後、まあ、諸岡のところ特大入れて、で、ナゴに変えて結局パレジを入れましたけれども、結局これ名護交代するんだったらライコでよかったじゃねえかっていうさっきの話になりますけど、まあ何より、 彼氏は何をしてるんですかっていう、まあ、皆さんね <laughs>、かなりフラストレーション溜まってると思うんですけど、まず最初に出てきて、ボールと関係ないところであえて倒して、ファールして、自分たちのボールを失わせて、相手にボールをプレゼントする。で、そこから、次は、あれですよね、一番顕著だったのは、その走り負けたのに、その後ジョギングして戻ってる姿ですよね。これどうなんですかね、以前の、 最初の方のパレージは結構体張ったりとか時間稼いだりとかそのチームのために貢献できる選手なんだなっていう評価をしている方多かったと思うんですよ。自分含めて。なのにここ最近のパレージってほんとやる気ねえんじゃないかなと。で聞くところによると練習も全然真面目にやってないらしいですよね。もうこれプロとしてどうなんですかね何してんのって感じですよ。インスタのストーリー上げて終わるんですかって感じ。しっかりやれよって。何のためにプロサッカー選手やってんだよって。 まあその契約の問題とかいろいろあるかもしれないですけど、試合に出てる以上自分の役割全うできない選手なんてどこのチームも欲しがんないし、自分の市場価値も上がることになんないし、なんも、得なことってないと思うんですよね。これ何してんだろうなって本当に思いましたね。うん。で、あの知っても、くだらない。うん。まあ、ただ、こんだけボコスか言いましたけど、あの前回の突然が終わった時に、まあ安西がインタビュー受けてたじゃないですか。で、その時に体調悪いみたいなこと この試合90分通しても、鈴木の体調がかなり悪そう。なんか調子の良し悪しで片付けられる話じゃなさそうな気がするんですよね。ここ安西と鈴木二人が調子悪かったら、それはチームとしてきついっていうのもあるし、で、夫沙汰なくベンチ外だと仲間も気になりますし、これなんかチーム内にちょっと、そのまま病気というか、もしかしたらあるのかなって、 と思ってしまうぐらい急にガタッと落ちてはいるのでちょっとこれは心配ですよね。このチームのパフォーマンス、選手のパフォーマンスもそうなんですけれども、ちょっとここまで顕著に調子悪くなるっていうのもなかなか、もしかしたら、あの2失点目さっき下らないって言いましたけど、この安西が全然見れてなかったし、もう、 もしかしたら安西も、あの、めちゃめちゃ高熱の中出てたかもしれないしとか考えると、それが考えられちゃうんですよね。なんかもう一色たにゲームじゃないんで、これは。選手の体調だったりとか、まあ、誰でもね、なりたくて病気になってるわけじゃないんですけど、まあ、病気って確定情報もないんですけど、なんかそういうのがあったんじゃないかなって疑ってしまうようなパフォーマンスだったので、まあ、なので、 あの、こういう試合、まああ明るさま調子良くなかったじゃないですか。実際 PK1 本しか点決めれてないんで。なのでもうこういう試合は、まずあの、アウェイ、ジュビロ。もうこれはもう呪われてると思います。はい。2017からどうですもう呪われてるもんです。なのでもう引き分けで OK なんじゃないですかね。で割り切っちゃうこと。あともう一個は、あの、こういう調子悪い試合が、残りの、 それこそ残り3試合、5試合とかの状態で出るより、まだ今出た方がマシって無理やりポジティブに考えるしかないですよね。うん。あの、自分はね、そういう無理やりなポジティブ要素で、今回の試合をちょっと消化したいと思うんですが、もちろん、あの、うちの調子が悪かったから、ジュビロが勝てたっていうわけではなくて、もうジュビロも調子良かったですし、それこそジャーメイン、フェイショット、二人いないのにもかかわらず、やっぱり粘り強く、 勝ってきたので、そこはもちろん相手を褒めなきゃいけないんですが、まあ、うちだけに注目した時にちょっと、うん、無理やりこじつけでそういう理由をつけて、切り替えたいなと。<laughs> 個人的には勝手に思いました。はい。まあ、こんなところですかね。ということでですね、えー、ジュビロ戦の振り返り、この辺りで終わりたいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。それでは。